新宿駒東方劇場は、東京都新宿区歌舞伎町にあった、阪急阪神東方グループの株式会社駒、スタジアムが経営、運営していた映画館である。1956年12月28日、新宿駒劇場のオープンとともに、同劇場の地下1階に併設された、千代田劇場日劇東方日劇に系列の東方方が系チェーンである。 一ヶ月に一作程度の割合で新作が公開された。定員586人。1982年に改装をオープン。同時にコマダンスホールを小劇場、シアターアップルとしてリニューアルをオープンした。東方シネマズ系の映画館やシネマコンプレックスとは異なり、全席指定、定員入れ替え制を導入しなかった。また、2008年11月より、 東方の完全子会社に入ったが、東方シアターズとは別の映画館として存在していた。歌舞伎町地区の東方邦画系の機関劇場として、親しまれた新宿駒東方だったが、入居している新宿駒劇場の老朽化と隣接している新宿東方会館を含めた歌舞伎町一帯の再開発も重なり、2008年12月31日をもって閉館となった。 12月20日から31日の12日間、閉館イベント、さよならコマ東方思い出の東方名作映画フェアを開催した。料金は500円均一で、定員入れ替え制を導入した。が上映され、最終日の12月31日には、オールウェイズ3丁目の夕日の上映を最後に、52年間の歴史に幕を閉じた。新宿地区には、新宿バルトナイニア、 新宿ピカデリーなど都心型シネマコンプレックスが開館しており、こうしたシネコンによって映画工業も変貌、工業体制を見直すことが要因となった。ありがとうございます。